この人と結婚する、この人と幸せになるっていう考え方じゃないんですよ、うん、結婚してない僕が言うのはあれですけど、この人と一緒にいても不幸でも構わないなって思えると結婚したいなと。おー、なるほど。この人だったらもし今後不幸なことがあったとしてもいられるって思える人と僕は一緒になりたいなと思って一回も結婚してない。